滋賀県高架市方面を望む桜峠の古道桜峠は三重県伊賀市と滋賀県高架市を隔てる峠である。峠の両側とも淀川水系である。標高320メートルの国道422号上の峠である。津波根峠、丸柱峠、しがら系列、七里峠とも呼ばれる。かつては忍者で有名な伊賀流。 高賀流を分ける鈴鹿山脈の峠の一つとして、両流派の流通を隔てる難所の一つとなっていた。現在でも滋賀県と三重県を隔てているが、この両県を隔てる峠としては、数少ない陶器通行止めにならない峠である。峠は滋賀県側にある大きなピークを越えて下って、すぐの小さなピークの型であり、県境もこちらに指定されている。三重県には、 同名の峠が他に2カ所ある。それぞれ、松阪市と滝群滝町を隔てるものと、津市と伊賀市を隔てるものとであるが、それぞれに、歴史上、地質学上のつながりはない。車両での通行が可能な峠である。片側1車線の確保されたアスファルト舗装のため、通行に支障はないが、陶器は、路面が凍結しやすいため走行には注意が必要である。なお、 2018年2月25日に三田坂バイパスが全線開通したため、東市街地とのアクセスが短縮化された。1335年12月8日、仏光寺高庄寺七代目の僧主、両元商人が弟子の善良と共に殺害された。商人は流れる地で自らの衣に我の死は宿業の現れである。この者を罪してはならない。 心を改め懺悔する気持ちがあるから、よく後世の道を教えよと書いて、西に向かって合唱し、念仏を唱えつつ亡くなったという、東指定文化財。桜峠の名前の由来は、両原商人が亡くなった際、積雪が鮮血で染まり、桜のように見えたことにちなむという説や元々の地名という説がある。ありがとうございます。